はい、皆さんこんにちは、アジでございます。戦国力士伝ね、やっていきたいと思います。ライデンさんね、いやーもうちょっと辛い。これ強撃で多分この1万ぶっ潰せたらね、あと大きいと思うんです。あと大したことないからね。さあじゃあ行きましょう。飛ばしましたね。でここで落として、主家の本願にが由来でしょ。このままで飛ぶダルスの可能性も、いや今ちょっとダメね、ごめんなさい、今ちょっとダメね、今ちょっともうちょっと待ってください。はいはい、ご命令くだされ報告いたします。はい、先月の収支です、報告いたします。今そんなこと言ってる場合じゃないわ。はいはい、えらいことなってるわ。弱いなこの辺が、パワー不足だね本当に。あーでも沢山城奪いに抱えるんじゃないかな。出陣します。うん、ここね、あとのところがちょっと陽動かけましょうか。で藤原城ここも出しましょうか。戦場へ参る。あ、そう回るの。ああそう回っていくのね。ああそうか、まあいいか、ちょっとこれでね。あと音羽城ももう兵出してるからね。坂下城、伊賀上野も出してるね。こっちもえらいことなってるな。村重さんフラフラだ。あれなんかね、なんだろう、私の思い通りになってないね。あ、ね、猫おじさん抜きましょう。いい笑顔だな猫おじさん。内通ね、あ内通じゃない、ごめんなさい、密談ね。あまっちゃんがなんか一言言ってくれると、まっちゃんがここら辺で顔出してくれると嬉しいね。でいい笑顔してるわこの人、もうほんとね、もうあやかしの星って感じだ。あそう、整備だ、整備忘れてたね。ああそうか、三成さんもいるんだった、私んとこ。ああ商人がよく品をと、兵糧が5万9000しかないの。まあ、大部隊出してっからね。いや、とりあえずこれだけでいいです。ありがとうございました。あ、私も1万1000まで兵落ちちゃった。でももうこの人も707、え？もう、あ、この人も6600までね、蹴散らしてっから。みっちゃん、こっち行くか。かしこまりました。あ、そっちから行っちゃダメだな。みっちゃんじゃないわ、藤川さん。そっちから行っちゃダメな気がするな。こっちからだね。あら。いやこうだね。でもこれ本当によくできてんね、この行き先選ぶの。こんなに柔軟に選べるとはね、思ってませんでしたから。よし、さあ行くか。もうなんか精神的にしんどいねこれね。はいどうぞと。我に打てぬ敵なし、加勢します。はい、あ、行ったねあっち。はい、これでね、私スペースキー押しまくってんですよ今。はい、で止めるようにしてんですけど、あーこれはダメだな、援軍来ちゃったな。かといってこっち陽動しといて、大谷さんちょっと引こうか。承知いたしました。大谷さんちょっと引いちゃおう。いける？いやー厳しいね。だったらそのまま岐阜城落としてしまえばどうだろうと。下がりましょう。承知いたしました。これ多分岐阜城落とせそうだね。
岐阜城としてはでかいよこれ。あなたも岐阜行っちゃいましょう。あ、そっちから行っちゃうとダメだよね。こっちから岐阜行っちゃいましょう。こう通って岐阜行っちゃいましょう。で、来年さんも岐阜向かっちゃいましょう。で、みっちゃんも岐阜。これでどうなる？陽動はできるかなと思うんですが、赤松家は長坂別家によって滅ぼされましたと。で、あなたは？あなた、あなた陽動でいい、陽動というか、あなた、大垣城に戻ってください。それはダメだわ。あ、やばいね、かかってしまうとはと。ご命令ください。はい、報告いたします。あ、今度ガモンさんだね。先月の収支です。報告いたします。はい。これどう、この人は、な、どこ、あ、岐阜城に向かってんのね。あ、岐阜城落としてしまうか。落とせそうだね、これだったら。この人がある程度止めてくれるでしょうから。これ誰？足止めしてもらおうか。承知いたしました。足止めしてもらおうか。はい、内通できますか。あ、まだね。ちょっと上杉さんどないかなんないかな。ここでもこんなとこで揉めてる場合じゃないんだよね。はあ、なんか上杉家に睨まれてるのがすごく辛い。ごめんなさいね、ちょっとね、このマウスがね、ちょっとダメなんで、この辺は全部蹴散らせますね。さすがの私もフラフラになってきてますけど、密談。ああ、斎藤さんね。うん、斎藤さんもらっちゃおう。七里さん役立ちますね。で、結構ね。じゃあこれでいきましょうか。ちょっと足止めして。我らに打てぬ敵はありません。はい、いいですよ。どんどん頑張ってください。逃げたければ逃げなさい。お、彼打ち破ったか。待機せよ。そこで、ちょっと。足止めしておいてもらえませんか。あなたもこっち行って。いや、あなたね、こっち来ても仕方ないんだよね。ああ、うわ、みっちゃんも2200まで減った。いや、これいけるのかな。おお、みっちゃん強いね、やっぱ。あとこっちだってもうフラフラでしょ。おお、兵糧ある。あ、大丈夫だね。こっちもやばいな。こうなったから、じゃあこっち行こう。お任せください。うん、仕掛けよう。我らに打てぬ敵はありません。みっちゃんめちゃくちゃ強いわ。あ、でももうみっちゃんお疲れ様です。もう帰ってください。ここなんとかなるかな。もうやばいね、この人。帰ってもらおうか。あなたもなんとかか。2人で落とせる？これ。あ、落ち取っちゃった。仕留めたり。はい。ここが貴様らの地獄よ。敵将。お、また落ち取っちゃった。兵が避けないんじゃないかな。4000のお味方が1000と戦っていますが、我が方が。ちょっと待ってね。あ、でもこれだいぶ抑えれたか。で、これが落とすでしょ。いや、よく頑張ってるね、本当に。ただね、不気味なのがね、ああ、武田とやり合ってんのか、徳川が。ああ、これはラッキーだね。ちょっとね、戦国すぎるね、これ。持つ？これあと1ヶ月でしょう。ちょっとね、これね、一品キオス帰って戻りましょう。兵糧がもう、あ、藤川さんは大丈夫か。藤川さんで
抑えてもらってて、ライレンさんは一遍帰って帰ってきましょう。で、兵糧補充ですね。あ、伝授。敏腕。あ、関さん。あ、大したことないね、でも関さんね。あ、まっちゃん、でもまっちゃんもうお亡くなりになるんで。うちの娘っ子だね。すんごいわ、これ。この娘っ子めちゃくちゃすごいけど。政治がいい人。あ、この人だね。福さん。福ちゃんにあげちゃおう。で、家宝なんかある？大丈夫だね。家臣団、大丈夫ですね。内通、密談。あ、内藤さん。あ、東堂さんね、この人ね。ちょっと、でも遠いんだね。いいんだけど、これ多分10行かないよ。遠すぎて行かないね。じゃあ内藤さん、ちょっと行っとこっか、まっちゃんで。まっちゃんでももうあと数年、あと1年持つかなーってな感じだね。あ、整備ね。あ、整備じゃない。ごめんなさい。今整備し、選ばなかったね。はい。はい、みっちゃんね。一段のみっちゃんね。良き品を、何？安方買うけど、1万は買わないね。さあ。これでいけるかな。はい、大隈さんの本心は十分に。あ、これでなんとか。あなた方はもう終わりですね。おお、かっこいいこと言うね。出るとするか。あなた方はもう終わりですね。ちょっと待ってね。ね、これでうまく誘導できたので、この3000円じゃこの城落ちるとは思わないんですけど。かと言って他から呼べる？これ呼んでもね、仕方がないと思うんですけど、まあ機会少ないからね、一応呼びましょうか。あくまで陽動です。本丸はもう岐阜城です。うわ、余計な兵力が私もう行く意味がなくなっちゃった。余計な兵力がここに入ってる。なんでこんなに少ない兵で取りに来ようとするんだろうね。じゃあ仕方がないので合戦に入りましょう。もうあれじゃ絶対落とせないからね。もう彼ら残念だけど、もう潰れてもらいましょう。あ、これはもう指示出さなくて。はいはい、これね、もう本体の賢女さんの指示なので、さらす、あ、なんていうんですか、あれできないんですよね。もうやめなさいっていうのができないんで。あ、硬いな。ここは引きます。これで落としにかかりましょうか。これね、まあもういいか、こっち先落ちるから。この人をね、あ、指示出せないわ、出せない出せない。城門を破壊しました。仕方がないね、これね。采配で勝たせてもらう。敵城門突破しました。取りだめは今日が最後なんですけど、これも来週も地獄だな。まあゲームオーバーになってもいいんだけどね。どこ行くのこの人ね、細川さん。これどうもね、一人がね、物理というか近接でいって、もう一人が弓にするとめちゃくちゃこの効率よく落とせるようです。あのコンピューターさんそれね、うまくやってくれるんですけど、やってくれないと全然ダメなんですけどね。城門を破壊しました。敵城門突破しました。で、これでまあ落ちたでしょう、岐阜城は。あ、よかった、落とせた。まさか落とせるとは思わなかったけど、もっと損害出ると思ったけどね。あ、今やっときたね、ライレンさん。モラレンさんいいですよ。モラレンさんは岐阜城を落としたら帰ってもらおうか。もう着くまでに終わると思いますんで。はい、落ちましたね。はい、落としましたと。で、岐阜城誰？おお、ライレン家に入った。
よかった。これは嬉しいね。ああ、行為が不完全だ。行為が不完全なので、よし。かしこまりました。これ上杉来てないよね。あ、いけるいける。よし、じゃあ、あ、いや、ダメダメ。いっぺんね、この二人は岐阜城に寄って補給して向かう感じにしましょう。山にかかってしまうとはしばらく安静にしようかと。あ、もうダメだね、あの人ね。はい、下妻雷電は多くの城を治めるに至り、龍造寺高信、少佐、並び少佐するほどの名声を得ました。でもこれ、出家してる人だったら、龍神とか読むのかな。本願寺家に下妻雷電あれと天下万民が申しております。家臣一同誇らしい限りですと。はい、家臣の忠誠がたらさらに高まりました。ご命令を報告いたします。ちょっとお時間来ちゃったけどね、もう。先月落城も時間の問題でしょって言って、行為ができてないんですよね、まだね。行為不十分なんですよね。なので、細川さん帰らそうか。ちょっと雷電さん頑張りすぎだけどね。で、城主、城代を決めましょう。いや、岐阜城うちに来れると思わなかったな。統率の高い人に。あ、福ちゃんね。福ちゃんちょっとまだ私のところに置いときたいんで。前野さん。で、ちょっとあれが低いかもしれないですけど。中世がね。抹茶もダメだな。1、2、3、4、5、6。6人渡しましょうか。いや、なんだかんだでちょっと地盤がね、出来上がってきましたね。これどうしちゃおう、どうしちゃおうかな。ちょっとライレンさんもね、もういっぺん騎乗したいんですけど、ここまで落として、ちょっと上杉さん黙ってほしいね、しばらく。その間私ちょっと次のこと考えたいので、ですね。どうもね。賢女さんもうちょっとしっかりしてほしいね。この人帰らしたかな。あ、亀山城に帰るね。で、ガモンさん。あ、4700しかいないね。これダメだわ。さあ、じゃあ向かいましょうか。あ、引き抜きできますね。大熊さん。はい。で、密談で。ああ、長宗我部さんはいらないな。いらないか、遠いもんね。あ、この人いい人だ、真田さん。欲しいね。来るかな。あ、整備？ああ、ここ取ったから結構いっぱいできるね。はい。で、ここと。で、はい、はいと。もうみんな2ヶ月あったらいけそうですね。ああ、隠れてた、1個。1個隠れてたね。ここに2が隠れてたね。これ、2ヶ月じゃ無理じゃない。ああ、なんとかいけたね。よかった。これで全部かな。あ、OK だね。なんもアイテムないね。さあ、もう1ヶ月やりましょうか。これ、ちょっと気になるからね。あ、でもこれ、補助不十分だから落とせるかな。兵糧が、過労、なんとか、でもすぐ沢山城近くだから、いけるね。うん、こっちも兵糧大丈夫だね。もう多分今ラーレンさんベラボに強いんでね。はい、どうぞ。で、これで、あ、ちょっと待ってね、これ。はい。
これで私スペース機連打してるんで、でここがもうマックスになってる時に次の表示ぶっ飛んじゃうんですよ。この1100、あいいか、これでこそぶっ込むか。でこれで、はい、これね、行為しちゃうと3部隊しかできないんですけど、この回線合戦しちゃうとみんな来れるんで、あでも日にちがないや。私来たでしょ、でそのまま行っちゃうんで、うんそうね、こっちに弓で行こうか、皆さん行ってるから。で私はもう弓だから、関係あるかどうかわかんないけど、人気、あでも私円月で行こう。円月ね、結構役立つあれがあるんでね、何です。でこれ今ね、私は後ろから弓でいてるんで、あでもはい、お敵方の安田長秀隊が参戦しました。あそうなのね、あこれやばいな、七里さん私もやばいね。突破しました。よし、でこれでこれをするんですが、ここはさすがに舞台で行きましょうか。あ相手逃げてってね。これが戦の作法よ。引くぞ。ああそうなるね。そうなってね。あー微妙だな。なこちゃん円月にしときましょうか。で狙撃効くかな。あしまった、これ表情入ってくんなくてまた行くパターンだ。あ行っちゃった、横月に入っちゃった。ならば狙撃で、さはい、あよかったね、七里さんいけたね。七里さん全滅しちゃおうかなと思いましたけど、で鶴瓶打ちっていきましょうか。あおそらくね落とせるとは思いますので、結構ダメージ食らってんねこっちも。あ抜けちゃったね。じゃあ円月に戻しましょう。意識高揚しておいて、結構ダメージでかいね。でこれで通常戻しましょう。縄文を破壊しました。結構ダメージ食らったなあちょっと待ってね、もう七里さんまずいわ、これ裏から潰しちゃおう。よいしょ、これをこうする、こうして裏から潰しちゃいましょう。あ破壊しちゃった。お七里さん残ったね。ならこれは弓でいっておこうか。いや結構長く引っ張っちゃいましたね、ちょっとこれだけ心配でした。はいはい、アウトしました。はあ、いやいや上杉大変だわこれ。ちょっと待ってね、でもあここも落ちになっちゃった。あらもう上杉黙ってくれる。あこっち向かってきてんね。七里さんも撤退で、あなたどいてくんないんだよね。で大谷さんも撤退しよっか。非常しましょう。来るかな、来てんね。あ帰ってた帰ってた、なら私も騎乗しましょう。あー落ち着いた、とりあえず助かった、なんとかなったわ。てかね、ケンニョさん、ちょっとここはいらなかったな、正直。ああ、しょぼいとこだからね。ね、極高800しかないからね。はい。あなたは何？ああ、家に家宝があるように、人が集まり暮らすのであれば、必ず法がなければいけません。そうですね。
しんどいなこれ。これでも今独立すると、まあ、岐阜城持ってんのは大きいんだけどね。まっちゃんね、まっちゃんもうお亡くなりになるからまっちゃんじゃダメだね。あ、細川さん家臣なの？あ、細川さん行ってもらおう。そうか、細川さん家臣だったのか。で、こっちからキオスから送りましょうね。何人にしよう。あんまり大人数はやめときましょうか。そうだね、今いい人ばっかりだわこれ。3、4、おいい人ばっかだな。あ、足利さんも入れよっか。5人でよし。で密談、内通、あ、引き抜きでできますね。あ、いつもの倍近くやっちゃった。はい、川尻さんで、整備ね。私ね、ライレンさんがいます。お、ありがたい。と、親密度高いとね、しょっちゅう出てくれるんで、あの黄金茶室とかはいいのかもしれないですけど、ただ今もね、もう茶室よりも兵だからと私は今思ってるんですけどね。あれ、まだどっかあると。まだ隠れてたね、ここにね。はい、まだある。どこだ。あ、これか。はい、これで OK ですと。取引良い品、あ、9万あるか。ご用は何ですか。あ、高いな。高いけど、まあ一応これで買っとくか。ありがとうございました。はい、じゃあね、これで終わっておきましょうか。この後どうすりゃいいんだろう。まあでも上杉ちょっと黙ってくれましたね。まあ小田とどこやってんの。上杉と小田がやってんのか。あ、これ負けないね。下妻さんいるけど、あ、でも下妻さんそんな強くないからね。あ、でも70音あるのか。上杉とやってんだね。いやいや、というわけで、じゃあこの辺で終わっておきましょうか。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。